前半に東京ディズニーシーと4月にオープンしたばかりのトイストーリーホテル、そして番組後半は東京ディズニーランドを大特集します。ということでまずは東京ディズニーシーにやってきました。絶対に外せない東京ディズニーシー20周年イベントをご紹介。ミッキーマウスと仲間たちが50周年のコスチュームに身を包み登場。音楽に乗せて船の腕でダンスをする姿が可愛いと人気です。
ホテル。今私たちがいるホテル前の広場はボードゲームのデザインになっているんです。こちらがホテルのお部屋。